家庭用ゲームなどの巣ごもり消費で純利益が初めて1兆円を超える見通しですソニーは今日2020年度の決算で1年間の純利益が前の年から9割近く増え1兆850億円になる見通しだと発表しました去年11月に発売したプレイステーション5は供給が追いつかないほど販売が好調です ゲーム以外にもテレビなどの家電事業も収益を押し上げる見込みです。また、グループ会社が配給する人気アニメ鬼滅の刃の映画のヒットもアニメ事業の売り上げに貢献するとしています。